皆さんこんにちは、ホッシーです。今日もフォワイルやっていきましょう。ということで皆さん、大変ね、久しぶりの動画になってしまってね、申し訳ないんですけど、約ね3週間ぶりに動画あげます。いや本当ね、ちょっとね、いろいろプライベートが忙しくてなかなかね動画作れなかったんで、本当ね申し訳なかったです。今ちょっとね、いろいろそのプライベートのことも落ち着いて、あとね、なんといってもね、日韓対抗戦のね代表を決める予選ですよ。あれがねマジできつかった。まあそれもね、相まってちょっとね動画は長い間作れませんでした。今回はね、その予選の結果だったりとかもお話していければなと思います。ほんとね、全然ねやってなくて、フィオンファイル忙しすぎて、なんでもうチームとかも全然変わってないし、ほんとね、その日韓戦の予選だけをひたすらやるといった、はい、感じでした。で、一応ね、結果から先に言っておくと、日本代表になりました。いやね、本当にきつかった。最終的なね、ポイントはこんな感じになっていて、9位の方と4ポイント差ということで、かなり激闘でした。本当にね、きつかった。まあね、やっぱ試合数ばっかね、多くなって、もうそれだけでいけたといった感じなんですけど、それでもね、その時間やり続けたことがね、良かったんじゃないかと思います。結局、2日目の昼間がね、30分だけ潜れなかったんですけど、それ以外はね、全部フルで潜ってやりました。なんで、もう約48時間、がっつりやったということで、かなりね、疲れました。本当に1ヶ月分の、今日ワイルやったんじゃないかってぐらいね、頑張りました。マジできつかった。でね、来月に、その、本戦があるんで、またそこに向けてね、頑張っていけばなと思います。一応、キャンペーンの方からも、結果の方を確認できて、お知らせの、こちら、日韓親善イベント、イベントマッチ決勝大会出場候補者発表ということで、こちらにね、書いてあります。はい、こんな感じですね。8位と。いや、ほんときつかった。まあ、一応この9位、10位も大阪には行けるんですけど、補欠参加になってしまうので、まあ、大会には、この1位から8位の方が出ない場合は出れるといった感じになってくるんで、やっぱこれ8位以内、絶対欲しかったんで、これはね、ほんと嬉しかったですね。で、一応詳細に関してはね、こちらに書いてあるんですけど、24日にね、決勝戦があるということで、まあ、多分これ公式のチャンネルで生配信されると思うので、ぜひね、皆さん見ていただけると嬉しいです。開催地がね、大阪でね、なんとね、1位100万ですよ、今回。やばすぎる。これマジで熱いからね。その韓国の方とね、どんな感じで試合するのかもちょっとわかんないし、まだね、3つのことばっかなんですけど、すごいね、これは楽しみです。4位から8位でも1万 FV だからね。2位で20万。これ熱いでしょ。もう正直多分ね、上位の方とかね、1回1回でね、結果変わるぐらいの僅差だと思ってるんで勝手にですけど、なんでちょっと今回ね、かなりチャンスかと思います。いや、本当にね、大変でした。で、一応ね、今回、この予選の報酬なんかも引けるんで、それもね、引いていきたいと思います。報酬なんだっけな？ 1 位から10位が、ちょっとこれさ、ひどくないと思ったんだけど、もうさ、こんだけやったらさ、UTOTS1 人ぐらいくれてよくないっていう、個人的な意見。118年確定でもいいぐらい、正直。っていうぐらい頑張った。で、これなんか噂によるとね、順位より下のやつは全部もらえるということで、多分ね、この UTOTS 交換対象選手パック、オールパックか、が3つもらえると。保護素材もいっぱいもらえるんで、これ受け取っていきましょう。はい、こちらですね。ほら、寂しくない？普通に。予想言っていいですか、これ。多分113のルーベンとか、誰だ、あと、ベリンガムか。まあ、そこから出て終わりますよ、これ。116出る気しないもんな。まあ、行きましょう。よいしょ。さあ、引いていきます。まあ、絶対演出は来るはず。113出るから。さあ、どこだ？ 115 も出る気しないもんな。さあ、どこ？ブラジル。はい。CM？ パケたでしょ、これ。ほら、114だもんな。もうこんなもんなんですよね。おかしいだろ。何試合したっけ、これ、予選。もうアホみたいに試合したのに、これってさ、どうなんっていう。まあ、大阪行けるから OK ってことで、いいのかな。にしてもちょっと寂しくないこれ。ちょっと切ないですね。で、そのね、自分が全然動画出してない間にも、結構スター更新とかもあったんですけど、なかなかにね、ひどくないっていう。全然今回いいパック出てないっていうね、話題になってたんで、まあ俺も見た感じね、そう思いました。なかなかね、欲しいパックというか、買いたいパックもなくて、なんか最近これかな、一番いいパックといったら、この UTOTS トークン、TOTS トークンか、が30個ついてくる。これがね、結構いいんじゃないかぐらい。それぐらいかな。あとなんかルーレットの方もさ、ひどくてさ、117のゼロシンだからね、今出るやつ。これどうなんていう。こっちの方がいいっしょ、普通のルーレットの方が。って思っちゃう。で、しかもなんかバグがあって、そのルーレットキーと、このルーレットキープラスがどんどんなくなっていくバグってのがあって、それでなんかね、補填とかもあったんで、FV の。結構ね、もらった方も多いと思うんですけど、これはね、ちょっと嬉しかった。こればかしは嬉しかった。
まあ、本当ね、その最近ね、なんかシーズンパスの方も出なかったりとかいろいろね、あるんですけど、まあ、引き続きね、やっていけばなと思います。で、今週でね、この TOTS のイベントも終わるということで、多分また新しいイベント来るんで、そちらの動画もね、上げていけばなと思います。結局ね、TOTS もね、全然イベントやれなくて、忙しくて、本当に。なんでね、全然溜まってない。何もかもが。何もかも溜まってない。うん、交換できたら多分ね、この、ここか。この117のこれだけ。これもね、ちょっと動画にするんで、後日。何引いたかっていうのもね。本当に TOTS イベントできてないんで、うん、まあまあまあ、まあ、切り替えてまた次のイベント頑張れればなと思います。で、最後にね、このチャプター2で370個トークンあるんで、これ引いていきましょう。どこ引こうかな。どこでもいいんだよな、実際。じゃあ、ラリーガよ、これラリーガ。はい、これいきます。ほ、360だから6回引けるのか。よし。さあ、演出来い。はい、116来い。どうよ。はい、来ない。まあ、こんなもんですね。はい。切ねえわ。はい、ということで今回はね、かなり久々の動画投稿になったんですけど、何度もね、言うようにまたこれからね、頑張っていければなと思います。最後ね、ちょっと見てなかったキャンペーン見ていきたいんですけど、まずは、ゲームテクタカップの優勝予想キャンペーン来てます。まあ、いつも通りね、優勝予想して、相手をもらいましょうといった感じになってます。生放送を見ていただけると嬉しいです。あとは VS マッチの、こちら、オーガスタカップということで、カップ数上げて、報酬いっぱい手に入れましょうといった感じになってます。あとはね、ビンゴラッシュなんですけど、これに関してはね、結構その、やることは少なくて、いいアイテムもらえるんで、これもね、なるべくやるようにしましょう。またはいつも通りログインボーナス来ていって、スタイベントの方もね、今来てるやつに関してはもうね、販売期間終了してるんで、またね、次の待ちましょうといった感じになってます。あとはね、日韓の対抗戦もあるので、そちらもぜひね、応援していただけると嬉しいです。ぜひね、モチベーションアップのためにね、高評価とコメントの方、よろしくお願いします。ということで、今日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。